小泉さんも入れたいんですけど、森崎兄弟ほんまうまいんですよ。いや、わかるよ。もうなんであれ人たちも評価されたのか分からんぐらいバリバリうまいでしょ。どこに怪我したんだっけ。アキレス腱です。あ、そうかそうか。あれ、そう、俺見てないんだけど、なんかコーナーキックのセカンドボールに立ってて、うん、走ろうと思ったらもそのままバチンって落として。何分ぐらいだったの。あれ、70分ぐらい。あ、結構な、後半。全く予兆もなかったんで、むしろ体動けてたぐらい。調子いい時やるっていうかね。そうなんですよ。でも倒れながら、あ、これか、みたいな。誰か後ろか思ってたのかと思ったんですよ。言うよね。はい、昔、試合中に、まあ、高木拓也さんも、うん、チャンピオンシップかなって、アキレス腱期待してるんだけど、フィールドでアキレス腱切ると、ファールだろうみたいな、うん。後ろから蹴られるみたいな。そんなわけねえだろ、うん、振り向いたら誰もいないみたいな。うん、むしろいないの分かってたけど、見ましたもん、倒れながら。誰だよ。はい、やっぱりかっていう感じで。どっち？右です。右なんでちょっと運転とかできなくて最初めっちゃ大変でした。はい、いやー、アキレス腱断裂が落としためちゃくちゃしましたよ。バチッて言いました。35歳を過ぎてアキレス腱切る確率ってすごい高いんだって。あ、そうなんですか。うん、でそれも高校ぐらいまでバリバリやってた人たちが、うん、そのサッカーなり他の野球なりだけど運動してる時に切れやすいんだって。へー、イメージもあるから。だから全然運動できない人ってそんなに切らないし、うん、やっぱりどっかで無理したりとか、うん、結構消耗品だからって言うんだよ、ね、うん、でもさ、70ちょうどウォーミングアップやってます、70何分までプレーしてます、うん、それでってなんか衝撃だよ。衝撃です。肉離れなら分かるけどさ、うん、体動いてるみたいな感じだったんで、うん、まあでもまあすぐなんかめっちゃ落ち込むってよりはなんかこれも意味あることなんやなっていう切り替えでしたね。すぐ梅崎イズムだね、それね。梅ちゃん怪我めっちゃ多かった。そうね、はい、まあ、あえてさ、でも梅なんて、うん、若い時から怪我してる中で、まあ、山田直樹もそうだけど、うん、そうですね、30ね、中盤以降までやるってすごいよ。すごいことだよ。昔だったらもうとっくに引退だよもん。そうですね、うん、アキレス腱切った時点で引退だよ、だろうね。そうですね、やめるってなりますよね。来年1年はもう一年、とりあえず頑張って、ちゃんと、なんかせめて、その方向性だけはちゃんと示せるように、ピッチに立ちたいなっていうのはあるんですね。だからシーズン、最初から合流できそうなの？復帰が多分3月中旬以降から4月頭ぐらいなんで、まあ、ただ、あんま無理して復帰すると、再断裂とか逆足いくことが高いみたいなんで、まあまあ、無理なく。確率としては逆足だよね、よく言うね。うん、だからとりあえずまあ無理なくやれる範囲でやりながら、うん、36、5になりました。来年6の年。来年6です、うん、18年目。すごいよすごいよ、18年サッカー選手をやる。貯金ぐらいあるの知ってる。そうだ、あるの知ってるよ。でも貯金もあるけど借金もあるんでそんなに無駄遣いしないタイプじゃない。ちゃんとやるとこで、まあね、ちゃんとお金のことはめっちゃ勉強してるんで、ね、どうやったら節税できるかとか、うん、どうやってお金を残していけるのかとかっていうのは めちゃくちゃやってる方だと思います。でも結構おごってきてはいるんで、まあ、使う時は使うけど、ちょっと計算しても多分ぐらいはおごってると思います。いや、そりゃそうでしょ。別にポンとおごるわけじゃないからね。あ、もう今まで通して18年で17年か、うん、は硬いだろうなって。絶対小崎ね。あと片親だったんで、うん、そっちのお金はあれしてるんで、親に。お母さん元気？めちゃくちゃ元気です、ね、マッスル美容介の SNS で見るお母さんでも多分みんなが思ってるよりは溜まってないかもしれないです。だから想像よりは溜まってないとは。結構使ったし、うん、でもまあ無駄遣いというのも自分の生き方なんで、うん、何も後悔はない。柏木陽介、今18年間プロ、人生の半分プロですよ。はい、すごいね。そうですね、俺人生の半分もう引退してるからね引退して25年。すごいね、もう半分プロ生活をしてる中で柏木陽介選ぶ、ちょベストイレブン、いいですね。一緒にやったね、やったメンバーでね。それはもちろん周作になっちゃいますね。ああ、そうですね、西川周作選ばなかったら怒るよね、多分。はい、怒っても笑ってんだろうけど。そうね、いいキーパーだよね、周作がね。はい、いいキーパーそう。なんであれが評価されてないのかちょっと
俺はよく分かんなかったですけど3枚西谷的な感じだ。3枚柏木監督になってれば3枚ですか。どこで4枚どっちでもいいよね。でもなんか4、3でも結構その牧野とか見たけど、まあ、そんな遜色ないっすよね。変わりがあまり。でもなんかそのちょっとこう俺の中では例えば平さんみたいな人入れたいっていうか、うどの監督が来ても出るっていうね。試合に出てた人で試合に出れなくなってミシャにでもこの試合頼んだで行った試合活躍できる選手ってやっぱすげえなと思うから、でじゃあ4枚にして、うん、平さん右サイドバックが平川、はい、なるほど。じゃセンターバック遠藤牧野渡る。あ、渡るね。あ、いいですね。はい、やっぱ宇賀神しかいねえんだよな。左宇賀神いい選手なんだあいつ出し方綺麗だしね。はい、うん、私は森崎和人、うん、さっき小石崎和人、小石崎よく合うねこれ。はい、一緒ですね、うん、小石さんも入れたいんですけど森崎兄弟ほんまうまいんですよいや、ばっかりよ。もうなんであれ人たちも評価されてないのか分からんぐらいバリバリうまい。評価はそれされてるでしょ。もっと評価されてほしかったですよ。カズさんと、まあ、阿部ちゃん。阿部ちゃんはそのちょっとフレーっていうから、まあ、やっぱりこうケイタさんも入れたいんですけどね、俺はいやいや、まあまあまあ、それで、まあうん、で、あと4人じゃあ前はもう4、2だね、1、まあ、4もうそれ、久人心臓になっちゃいますよね、ちょっとね。両サイドなんですよ。でもサイドっていう捉え方していいのかっていう、あ、まあ、ワイドになってきたのか、はい、だからちょっとボックスみたいな感じで、うん、じゃあ陽次郎と自分は入らない。俺は入れないですね当たり前的に高木もやっぱり一緒にやったり毎日見てすごいいい選手だって思うパターンの選手だよね、はい、そうそう。なんか入れたい選手多くて嫌すね、こういうのって。なんか見てたら何か言われるんじゃないかとかそんなこと考えないでそんな見てないから大丈夫誰入れようかな。みんなうまいからな。え、ラファ入れていいですか。ラファエルシルバそこは ACL を勝たせてくれるのそこだからねあ、3枚にしよう。前あ、はい、じゃあこう上がり目か何かに高木陽次郎だけトップ下で433みたいな、はい、はい、じゃあ真ん中攻略しんどうですか。いや真ん中ねもうあえてラファエルシルバ、いや佐藤下と置いて、でもまあ、心臓はもうどっちかと中入るみたいな、うん、で、ラファはもうどっちかに左に離しといてっていう。なるほどね。じゃあまあ、心臓は中がいてね、こういう感じでね、うん、なるほど。監督は一人しかいないですいいけどね。何ですかミシャンね。ミシャン、ね、ミシャンも長いもんね。日本だってもう何年よ。広島で4年、3年半で、レッツ5年半だから9年、今も4年ぐらいでしょ。札幌も札幌4年とか言ってます。次5年目、すごい。だからもうそろそろ杉浦大輔の監督が見たいよねまだ A 級も取ってないんじゃないですか通訳でもなんかひしひしと狙ってる気がする。いやだって全部それを知ってるわけじゃん、うん、もっと細かいところまで、うん、でもオシムさんもそうだし、みんなね、うん、ザックさんそうだけど、あ、ザックの通訳やってねえや。まあでもそうやってみんな通訳がさ、どっかではまあなんでしょうね、ミシャンも、ね、体ボロボロなんで。でも意外に元気に歩き回ってたよ。元気もね、うん。ベンチの前にベンチに座ってる監督初めて見るから。あと練習中にタバコ吸ってる監督いないですよね。昔のサッカーだよね、本当ね。今年頑張って、はい、ね、今年というか2023年ね、はい、頑張ります。検査しきらないように、はい、ありがとうございました。頑張ってね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。